You're listening to Shibuya Cross FM。はい、皆さん、起立。気をつけ。礼。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。始まりました。はい、今月も始まりました。私立ニック学園放送部、はい。僕は今月の部長を務めさせていただきます。ニックの日向です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、この番組は渋谷クロス FM 様のご好意のもと、ニックのメンバーが学園というコンセプトで月一で堂々と制服を着れる番組となっております。この番組では僕たちの近況の報告からここならではの裏話トーク、そして告知などもさせていただきたいと思います。はい、渋谷クロス FM サテライトスタジオにて毎月1週目の土曜日の17時から生放送でお届け。またこの番組は渋谷クロス FM のオフィシャルサイトでもご視聴いただけます。はい、そして番組ではハッシュタグを使ってのツイッターからのコメントを募集中です。はい、ハッシュタグ NIK 放送部にてどしどし送ってください。はい、それでは早速メンバーを紹介します。今日は太一くんから。I'm a boss next age のモンスター石坂太一です。よろしくお願いします。いやいいですね、春だね。全然春じゃないですけど。違いますか。違いますね。どうも皆さんこんにちは、三浦文也でーす。本日はじゃあ2年3組、バスケ部の、バスケットボール拾う係やってます。あ、そうなんだ。2年3組の星の王子様じゃなくて。2年3組の星の王子様ではない。あ、違うんだ。うん、まあ、残念ながら中止になりましたけれども。そう、あの稽古の前日にめちゃめちゃよし、もう今回も頑張るか、もう仕方ないっつって腹くくって読んでたの。そしたら中止になりました。ちょっと後でやってよ。なったんかいと思った。ちょっとだけやってよ。ちょっとだけやって。やめといた方がいい。やめといた方がいい。はい、そうですね、やめときましょうね。今回は。はい、今日はこの3名でお届けします。ここサテライトスタジオの外にはニッキーの皆さんがたくさん集まってくれていますが、皆さんマスクを着用していただき、隣の方との間隔を空けて感染の予防はしっかりとお願いします。はい、さて今回も学校の教科をテーマにさまざまなトークを繰り広げていきたいと思いますが、前回リュウタ君の指名により部長に選ばれた僕ですが、リュウタ君からのミッションはこちらになります。お、ででんカメラに向かって変顔を1回披露。よろしくお願いします。カメラに向かって変顔ですか。まあ、なんちゅうことやってね、お願いしようねって感じですけど、はい、俺からしたらね。はい、まあ、今回ね、感染予防のためですね、マスクを着用したものの変顔になります。はい、ご了承ください。大丈夫、俺ら全員ちょっと前髪上げ、ちょっとだけ前髪上げて。いや、前髪上げたら前髪上げただけでもう変顔やから。お願いします。いきます。よっしゃ。どこのカメラ、どこ、これで、これで、これですね、これですね、これ。じゃあこれをやった後にこっちにも。はい、皆さん見えますか。あ、いい感じです、いい感じです。いや、今の感じです。3、2、1。ちょっと待って、俺がもう一個見たい。ずるくない？ダメです。あの、いや、これ、目の、いや、これ、違うよ。俺、ちゃんと被害者ですもん。ちょっとやれよ。これ、加害者、リュウタ君、被害者、俺やから、ただの。まあね。じゃあ、あの、目の形変えるやつをこっちに、じゃあ。目の形変えるやつ、目の形変えるやつ。一重になる。俺ね、手使わずに目の形変えれるんですよ。具体的に大丈夫。これ、多分、ファンおらんくなるけど、大丈夫。いや、大丈夫。みんなモニターそこで見えてるから、あの、もう一回、じゃあ、カメラ向かって。そう。どれか、これ。じゃあ、こっちね。じゃあ、これですかね。あ、見えてるんだ。見えてます、見えてます。あちら見えてますか。見えてますよね。こっちでも見える。いきます。だからその画角が一番おもろいで、多分今。はい、3、2、1。伝わりづらいけど、多分マスクの奥は多分口はガチャピンになってるはず。口くそ。口も見たい。これ手を触らず、あ、手で触らずに目変えられるんですけど、うん、口は変わるんですよ。口がね、変で、あの、変わるときにさ、口変わるでしょ。顔の筋肉の構造上は口を動かさないとできないんですよ。でしょ。でもその口 が、 ここが、ここ、ね、いや、その口はおもろいねんけど、俺のキャラクター的に多分ユナクさんに怒られるから。これ以上で、俺が一回口動かさずに変顔してくださいって言ったことあるんですよ。でも、うん、こうやろうとするんだけど、って動いちゃうの、やっぱ口が動いちゃう。もういい、俺のその変顔の話はいいか、次行きましょう。どうしようか、はい、僕ね。
いきますよ、行ってください、はい、そして今回も番組の最後に次回の、部長指名の時間があります。みんな緊張しててくださいね、はい、それでは授業に入りたいと思います。最初はこちらの時間から、はい、はい、最初の時間はホームルームでございます。ホームルームでは月1放送とのことでメンバーの近況などフリートークをしていきます。2月はイベントの出演があり、はい、あとは結構メンバー感久しぶりな感じもするんですけど、はい、お二人はどうでしたか、ね、はい、ごめんなさい、お二人はどうでしたか。全然聞いてない、すみません。もうちょっと声張ってもらっていいですか。これがニックやから、これがニックやからね。メンバーの、ね、近況などフリートークをしていきますと。あ、はいはい、しちゃってください、はい、ね、結構メンバー感久しぶりじゃないですか。あ、確かに、うん、だからそのね、2人はな、どうしてたんかなっていう。何してました、うん、最近。俺は最近ラップやったり YouTube やったりとか、うん、まあでも最近が俺は仕事を したかな、個人的に。自分がやる仕事は最近ちょっとしてました、うん、まあ、動き出したと、はい、いろいろ、はい、なるほど、ぐらいかな、いいですね、はい、そう、あとね、2月11日あったじゃないですか。2月11日、ああ、はい、そうそうそう、はい、ありましたね、スペシャル、スペシャル、そう、はい、あれとかどうでした、感想。感想、うん、どうでした。楽しかったよね。まあそうだよね、うん、それしかないよ。だからなんかその、うん、まあ、他の難しいこと聞いてくん、他のアーティストさんとのね、そのあれもあるじゃん、関わりが、はい、そうですね、だからすごい、なんていうの、今まで出たというか絡んだ方々より、なんかよりそう、すごくみんな話してたりしてたよね、楽屋の。確かにそうだね。確かに、でもなんか後で動画見返したんだけど、俺は人見知りなのかなって思うぐらい。いや多分ね、おとなしかった、ね、それはね、俺めっちゃ思いました。多分俺は全員人見知りなんですよ。人見知り、コミュ障やんな俺。そう、コミュ障やん。確かにふみやくんいつもあんなうえーみたいな感じなのに、もうあの時すごかったですもんね。確かに一番もうなんか子供みたいな。克服していきましょうか。じゃあやかましいわ。はいはい、そうですね。あとね、 YouTube、 はい、ソロでなんかいろいろやってるじゃないですか。やってますね。最近で言ったらりょうくんとか。あ、寮ね、そう、うん、あれね、今後ね、やっていくっていう人います？何がですか？ YouTube です。あ、やってみます、やってみます。そう、太一くんと寮くんやってるんですけど、ふみやくんとかどうなんですか？僕、はい、僕気分ですね。一番困る返答。でもその、僕の YouTube で今考えてるのがいっぱいあって、僕結構コラボしていきたいんですよ、うん、で、直近で考えてるのは、うん、日向との焼肉、うん、で、その後に考えてるのがフミヤ君とのミスタードーナツ食べ放題。僕考えております。はい、絶対俺じゃないので、ね、楽しみにしてください。絶対俺じゃないの。ドーナツも握ってる俺だぞ。いやいや、10個ぐらい食わせるから。元取らなきゃ意味ないから。でも10個っていけるくないですか普通に。20個食わすじゃん。ミスド10個って結構きついよね。いや全部ポンデリングっていきますよ。だよね、ポンデリングあんま好きじゃないのよ。ポンデリングだからあれ1個ずつちぎってえげつないですよね。100個ぐらいいきますよ。いや目指せ3000キロカロリーだよ。マジで6000、2人で6000。焼きそばよりきついで、あのペヤングより。絶対やるから。絶対やるから楽しみにしてください。はい、らしいです。はい、そう、それでね、うん、僕思ったことあるんですよ。何ですか、何ですか。りょうくんの寮生活ってあるじゃないですか。はいはいはい。寮生活、あ、りょうくんの寮生活、うわ楽しみやな、どんな生活なんやろうって思ってやったらね、あ、動画出たと思って見たら、ね、エアポッド流れてるんですよ。エアポーって言って寮生活なんそれと思って。いやこの前ピカチュウの開封してたで。え、マジですか。ポケモンカードの開封してた。あのね、こんな感じで、あの僕たちメンバーが一番楽しんでると。確かに、ね、メンバーの YouTube を。確かに、はい、そうなんですね。まあこれからもね、多分ね、まあ何人かやるかもしれないんで、そうですね、期待していただけたらなと思います。はいはいですね。リュッタ生きてる。リュウタ、リュウタはもう自然界に帰った。俺、リュウタ君の、リュウタ君の、リュウタは自然界に帰ってるから、もう今。今日ちょっと連絡しようよ。そうなん、どういう生き物なんですか。森に帰った。いやもう、やつは俺らも生きてるかわからない。もともと深海魚とかそっち系の生物、生態的なあれだから。そうそうそう。そう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 。はいはい。それではね、コメント、次の時間に行く前にコメントいくつか見たいんですけど、まあちょっと、まあ時間も大切なので、ちょっと一つ選んでもらって。はい。すいません、あのパスコードを。パスコードってへぇ、はい、じゃあそれでは、はい、セキュリティは大事ですからね、はい、今の時代すぐ危ないから。
はい、じゃあ読んでいっていいですか、うん、日向のパスワード教えてよ教えるわけねダメかすいません玉口聞いてパスワードも大事ですからね、はい、スペシャもめちゃめちゃ楽しかった、はいはい、変顔じゃなくてただのイケメンだったあやっぱそれ失敗だね失敗だね、うん、失敗だねその後でちょっともう一回やってもらいますもう一回だって、はい、チャイムは水飲みタイムだったのかわらわらすいませんごめんなさい水が口がガチャピンがやっぱ気になるって口がの変顔の時のガチャピンが余計なこと言わなくていいんですよガチャピンとか そんなこと言うからみんな見たがるんやすいませんすいません怒られました、はい、大丈夫いやいやずっとファンですありがとうございます、あのその言葉聞けたからね俺前向いて次行こうと思いますいいですか次の時間あどうぞどうぞ、はい、行こうかお願いしますチャイム操れんのテレマジないですかチャイム操れんのすごいね初めて知ったはい2ゲーム目は科学の時間でございますお新しいそうこれもお初のコーナーですが、はい、この時間は科学つまりケミストリーについて話し合うコーナーですよくケミという言葉を耳にしますがニックも11人もいるのでさまざまなケミがありますよね今日はその中でこれから推していきたいケミについて話し合いしたいと思いますニッキーの皆さんも自分の推しケミをツイッターで投稿してみてねということですがどうですかケミストリーって何ですか、うん、あれよ2人 歌うやつコンビネーションみたいな2人であのボーカルリスト2人それアーティストの方のケミストリーそれ大丈夫かなこれまあでもそんな感じそんな感じそんな感じ簡単に言うとそんな感じタックみたいなそう相棒みたいなもういつも一緒にいるじゃんみたいなそうそ そう相棒みたいな感じ相棒相棒バディみたいなそうそうそ そうああなるほどねブローみたいなブローイエーイみたいなへえそれでそれでそうよねだからケミだそれで言うとあれよね、うん、まあね、今あれ、ね、出してくれてるリョウとはいはいはいリョウとなんであれちょっと分かん読めないリョウとリョウくんリョウと、うん、なんか どこですか、うん、あ、タイかあ、リョウくんいや、すぐ読めるでしょどこで分かんなくなるもうタイすごい可愛いねリョウとタイチですね、うんうん、そうですね確かにね、そのケミ確かにケミですよね確かにケビンうんケミね。あケミね。うん、そう。すみません、食べて聞いてごめんなさい。はい、りょうくんの太一くんのことでね、本当に二人仲いいと思うんですけど、最近あったりょうくんとの面白い出来事とかあります？最近、いやいつも面白いけどね。よくわからないじゃん。連絡は取ってるんですか？何？連絡。電卓？うん、連絡。連絡？あ確かに確定申告の時期だけど。確定申告の時期だけど今必死なんだよ確定申告で時期だけど分かるよしっかりしてよ連絡ね連絡ね確定申告取ってる取ってるいないでしょ取ってるね取ってるね、はい、取ってるけど、うん、まあそれこそでもまあリョウとのケミもあるしで俺はフミヤ君とのケミもあると思うんだね、うん、ここ結構ずっと仲いいって言われてるけどでもそこ意外とね俺は日向とのケミもあります結構実はねプライベートでメンバーの中だとプライベートで一番太一君かなそうよあの遊びはしないんですよ遊ばないんですけど遊ぶんじゃないんだよ俺らジム行くんですよジム行くんジム筋トレすんのいやこれバリ聞いてますわ今とか言って怪我したからね俺と一緒に筋トレして一回ねあのあれですよね上腕三頭筋 あのワイヤーのトレーニングした時、ね、そうワイヤーのトレーニングで怪我しました日向そうあの三頭筋が負荷に耐えられなくて肩パーンって言ってやばい肩外れたとか言ってねあの韓国にいる時の宿舎も一緒にね卵2人だけ卵焼きだったりとか、ね、卵10個買って10個速攻焼くっていうね10個全部混ぜてあのフライパンに入れて焼くっていう、ね、あの時は助かりましたいろいろ楽しかったですねいろいろ、うん、でこれからあの推したいケミとかいます推したいケミそうこのケミ好きだなとか俺フミヤ君とヒョンス君とかああ俺はあのコンビ好きだった結構見たことないけどね頭おかしいけどちょっと、まあ、裏ケミじゃないこれ裏ケミだよ裏ケミだね、ね、裏ケミがあるんですよニックは仲いいの本当に仲良くて 裏のケミがねなんで表出てこないのいや表出せないよそうね、そうね表出せないんだよそうそうなんだよ、表出せない そのね僕たちの裏のケミをねそのあの出せるタイミングがないですよね。そうそうそう。場がないというか。うるさいもんね。そうなの。そうそうそう。イメージで言うとグリとグラみたいな感じで想像しててもらえれば大丈夫。わかりやすい。わかりづらくない？わかりやすい。むずいわ。はい。いいね。僕はね、じゃあ僕ははい。まあこれからも太一くんと涼くんのケミをね、あの応援していこうかなと思います。はい。ありがとうございます。それでは次の授業に行きましょう。はい。すごいね。
はい、次は音楽の時間でございます。このコーナーでは皆さんにぜひ聴いてほしい僕たちの曲を紹介し、その曲にまつわるエピソードについてトークしていきたいと思います。はい、今回はかっこいいが詰まってるあの曲を紹介。太一くん、どの曲ですか？はい、今日はニックのボムです。おお、はい、曲説明お願いします、ふみやくん。いや、曲説明っていうかエピソード的な話で言うと、うん、そのあれですよね、韓国にいた時にそのメンバーから、韓国メンバーからボムを教えてもらって、で傍ら僕たちはベタースプリングをの振り付けを教え合うっていう、その交互にね、はい、だからいわゆるそのクリスマスでのライブも、そのだからそういうのがあったから成立したっていうようなステージもありましたし、そうですね、まあ、そんなエピソードもありましたね。楽しかったですよね。楽しかったですけど、あのボム一番最初に踊って思ったことがあるんですけど、うん、あの出てしんどくないですか？出ての左足ちょっとスライドしてこの中心最初ね、一番最初ね、アボアナドラフト、出てがめっちゃしんどい、しんどい、さすがだね、いいところついてきますね。大丈夫ですよねこれでね。大丈夫ですよね。大丈夫。そうボムで、ね、なると、あの僕たち、教えてもらったじゃないですか、最初に韓国で、はい、ボムの振り付け、はい、でベタースプリングも僕たちの方から教えたじゃないですか、はい、僕たちというかふみやくんなんですけど、いやいや、とんでもないです、ね、その時のなんかエピソードとかあります、はい、ちょっとむずい質問ではあるんですけど、俺はさ、なんだっけ、ふみやくん教えるじゃん、俺らは入ってるじゃんベタースプリングが、はい、踊れない韓国メンバーを見て俺は面白かった。かわいいって、いやでも、ね、ウケるって思った。なんかヒョンス君って、はい、ヒョンス君ってすごくないですか？ヒョンス君はすごかった。なんか俺ちょっと もうちょっとぐらいヒョンス君なんか、あれこれなどうなんだろうみたいな見たいのに、ふみやくんが教えたらもうなんか踊ってるんですよ、こうやってこうやって。えっ、一発目の振り入れから俺より上手かったよ。まあでもこれ一つのあれとしてありますけど、僕がこうやっぱ久々に教えたりとか、そのベタースプリング、じゃあ韓国にいた時ってベタースプリングの何考えをもう持ってなかったじゃん。ああそうだね、もうそれ以外のことに必死すぎて、はいはい、だからじゃあ教えます、やばい俺もちょっと振り抜けてるわ。あそうだ、ね、で教えながらこうなんだっけなとかパッて鏡越しで見た瞬間、亮が自信満々で隣でこうなんだけどねみたいな、何も言わずに、いやこすこす、いいじゃん。いやいいっすね、いいじゃん。で、うん、悔しかったから悔しい悔しいんだ、見るけど見るけど、うん、いやあれちげあれちげって頑張って自分で思い出してる。あれはちげんなって、自分のね独自のルートをね。そうそうそうっていうね、あれ時期が大変だったからね。そう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 、そういうことでもね、僕ねダンス教えるのすごい嫌いなんですよ。お願いしますよ。一番言ってはいけない人物。冗談です。冗談です。冗談です。苦手な、でもどっちかというと苦手なので、はい、まあなんかみんなで一緒に高め合おうぜぐらいのテンションなのでね。うん、まあそうだね。それいつも助かってます。みんなで協力し合った空間ではありましたけれども。はい、そうですね。はい、なんかね、その僕たち結構そうですね、練習するときにやっぱり人間って完璧じゃないから、どっか記憶で抜けるとことかあるじゃないですか、うん、そういうのとかって練習、例えば日本メンバーだけの時も結構、あれここどうだったっけみたいになって、あこれ確かこう、え、うん、いや違うよこうだよみたいな、うん、からちょっと危ないところまで行きそうな時ありません？まあねまあね、そうでもねそういう時ね、意外と林がね、意外と林が覚えてる、意外とね、あいつが、じゃあ、あの俺が言ってる間に、あのリュウタ君携帯出して動画見てるんですよ。あ確かに確かに、えこれこうやで、合理的だよね。そう、うん、あまあまあ賢いなと思いましたね。それは、はい、まあ、そんなエピソードはありましたけども、はい、いやなかなかね、はい、その、はい、なんですか、さすがなんかちょっと MC のカタリンが出てますね。カタリン俺さ、喋りながらさ、なんかなんかさらっとふみやくん MC 変わってくれへんかな。わかるわかる、俺も今ちょっとこうやって見ちゃうもん時々。俺もさ、うん、本当はほらね、みんなバイバイとかしたいんですけど、うん、いつも MC ふみやくんやってくれてるじゃないですか、うん、俺は何も気にせずにさ、うん、あのファンの皆さんにさ、こうやってバイバイとかやってるじゃないですか。ちょっとね、ありがとうございますいつも。いやいや、じゃあちょっと一回してみて、手振ってみて、バイバイ。ごめんなさいね、なんか今日俺髪型がさこんなんやからちょっと病んでる人みたいな。こんなんとか言わないでください。こんなんとか言わないでください。いいじゃん、でもちょっとチャラくてイケてる高校生みたいな。落ち込んでるように見えません？見えない。見えます？え、見えへん。見えないってほら。え、ありがとう。さっきの変顔の方が落ち込んでたって多分。確かに確かに。それはうまいな、あの図星っすよ、ごめんなさい。
まあまあそれではね、まあ、早速次の、楽曲紹介にさせてください。次といいますか、はい、まあ、そんなトークもありましたけれども、はい、改めまして、皆さんで聞きましょう。それではお聴きください。ニックでボン、yeah.I wanna drop the I wanna drop the I don't need a fence could be wild totter 俺の味方じゃない奴らカメ追い込まれる気持ちはどう逃げ出した方がいい Can I get ya Catch catch them Catch catch themCatch, catch, bam, catch, catch, bam 歩兵の一歩をだってチェックメイト In this jungle 俺がラスキング最下誰も知らねえ my pain これは俺の最後のチャンス言っとくけど気をつけて Get away, get away, get away 両手を開けば咲いて好きに考えろ目俺を敵に回してもなんて損するのは誰だろう Time is up I wanna drop the bombI wanna drop the bomb Quite a thousand, whoa Oh 불안한영혼이 rock 불안한영혼이 rock 君の足元は俺の上に宿られない息が切れるまで On my stage Because I'm tiger 染みや染みげ閉じ込めて恐れる君動かない足遠ざかる僕どこ見ても出口のない jail Catch catch bang catch catch bangWalking out, I can't make it. Don't be the fakers, make a change by myself. 誰も知らねえ my pain. これは俺の最後のチャンス。言っとくけど気をつけて。Get away, get away, get away. 抜け出したくてもダメ。もっと締め付く I'm savage. 早く走る drop to the motion. 勝てるのは当たり前 Time's up. I wanna drop that bomb.I wanna drop the bomb Wanna tell us a whoa Oh 돌아내요돌아내요 Rock 君の足元はもう俺のエリア逃れない息が切れるまで On my stage Because I'm tiger Ooh yeah 俺の手のひらに Ooh yeah 怖がってる君 Ooh yeah 美味しそうな匂いが聞こえてるよハートビートが眠ったI wanna drop the bomb. Oh, I wanna drop the bomb. Quite a thousand on one. No, I'm the king of the world. 君の足元はもう消せない。俺の目に逃れない。息が切れるまで On my stage. Because I'm tiger. Na 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 na. Show me your, show me your.はい、4限目は社会の授業に移ります。お願いします。お悩み相談コーナーですね。あら俗に言う、あらら、はい、ら今回も部員の皆さんからメールがたくさん届いております。はい、はい、皆さん投稿ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもう悩む時期ですよ。やはり新生活も始まりますから。はい、それではね、はいってかなんか MC みたいになってるじゃん。同時にはいはダメだ。俺は今日 MC は 2MC って思ってるんだ。 2MC そう、いえ 2MC1 ゲスト、1ゲスト2MC1 ゲストやばい。はい、そうですね。それではね、早速ね、いくつか太一くんに紹介してもらいましょう。はい、はい、ぜひぜひ。ありますか。あ、これじゃないですか。あ、後ろにあるんじゃないですか、そのここの、はい、なんか集まってますね。はい、あ、じゃあほらほら、ね、好きなのを、選んでもろて、はい、選んでもろてというか聞きましょう。じゃこれでババン。はい、ニックネーム本田ちゃん。はい、皆さんこんにちは。去年は韓国でカムバ活動してたくさんの番組に出演している姿を見れて嬉しかったです。はい、そこで質問なんですが、はい、私は1年以上前から独学で韓国語の勉強をしています。おお、単語は何回もやってやっと覚えてといった感じで進めてますが、なかなか覚えも悪く聞き取りも苦手です。皆さんも韓国語を勉強したと思いますが、自分なりの韓国語の勉強法だったり、こうやって覚えたなどありますか。あったら教えてほしいです。
よろしくお願いします。これは平田さんじゃないですか。、はい、いやでもあの僕あのまずハングルあるじゃないですか、うん、1回授業聞いて、うん、でそこから家で2時間か3時間ぐらいやったんですよ。自分でこうやって表みたいな、うん、1回で覚えたんですよ、うんうん、つまり最初にちゃんとしたその1回ちゃんとしたものを教えてもらって、ね、その先生でもいいんですけど教えてもらってから自分で復習すると。あ、そうだね。それさ、あのめちゃめちゃ、いや、ごめんなさい、めちゃめちゃシンプルなこと言ってるの分かるんですよ。で違うのよ、はい、独学やめろって言ってるようなもんで、ね、いや、そんなことないですよ。そんなことはない、絶対そんなことない、うん、独学俺は本当に素晴らしいと思って尊敬してます本当に。やっぱなんか基礎はしっかり固めといてってことで、独学も大事なんですけど、うん、あの一回そのきちんと先生に教えてもらうことも大事ですよっていう、そうだね、その後のその反復練習が要は重要になってくるってことだよね、はいはい、あとその会話についてはその実際僕もその完璧に喋るわけじゃないしまだ分かんないその、はい、まあ、単語であったりとかその文章のつなぎ方、うん、っていうのあるんですけど、一番いいのはやっぱりその韓国の、まあ、友達難しいと思うんですけど、ね、いたらその喋るのがその頻繁に、ね、まあ、電話したりとかして覚えるのが一番早いと思いますね、うん、今月からさ韓国このあの学校行こうと思ってるんだけど、うん、誰か一緒に行かない？安いんだよね。その学校ってどういうことですか？その本当にお金払って授業レッスンを受けるんか、1回とかでもいいし1週間に1回とかでもいいし、なんか好きな時に予約してみたいな、俺行こうと思ってんだよね今。めっちゃいいと思います。それじゃあ後でそれ日程合わせる。じゃあ次行きましょうか。日程合わせるんですか？日程合わせる。じゃあ平田さん弾いてください。僕ですか？はい、ちょっとでかいのにしようか。お、大きいのいく。はい、こちら。あ、そうかそうか。久しぶりの肉屋研放送部、毎回あ、じゃあ名前からね、ゆなゆなさんですね、はい、ゆなゆなさん。で去年の9月に韓国デビューを果たしたニックの皆さん、はい、その中で韓国での暮らしや文化にいろいろ触れたと思います、はい、私は一度も海外に行ったことないので皆さんにぜひ、うん、私もいつか行きたいと思っている韓国についていろいろ教えてほしいです、うん、かっこどれか一つだけで大丈夫です、かっこ閉じる。これは覚えていて役に立った韓国語。そして次がこれをもっていけばよかったと後悔したもの、うん、今まで知らなかった韓国の美味しい食べ物、韓国に行って驚いたこと、 GEG の合宿デビュー時の渡韓で日本から持って行ったもの、うん、どうですか？そうですね、これだからなんかあれですよね、韓国のおすすめスポットと、まあ、ぜひ準備していった方がいいよっていうものを教えてほしいってことですから。おう、どうですか、その韓国のおすすめスポット的なところで言うと、タイジさん。おすすめスポット、うん、どこに住んでたかも覚えてない。あの、覚えてる。あのね、僕たち宿舎行ったんですけど、どこにいたかも覚えてない。あの3ヶ月行って本当休み3日とかしかなかったですね。 そう、まあ、それ以外全部練習と仕事、まあ、その番組だったりしてたんで、あの行ってる場所限られてるんですよね。そうね、飯か、うん、あのこの間僕あのツイッター投稿したんですけど、あの高速道路走ってるハンガーの川あるじゃないですか。 そうだね、うん、あそこの景色がすごいいいなと思いましたね。あの昼と夜で全然違うんですよ。そう、車の中からの景色だもんね、それも。そうそう、あ、窓開けたら帰ってくる時の窓開けたら車の外やから大丈夫です。まあだから景色は全体的にやっぱり日本ではない景色が見れて、うん、どこでもいいよっていうところと、ね、まあ、あとはその繁華街でいうとカンナムとかっていうこと、買い物とかね、うん、いいじゃないですか。でもあれだよね、準備結構していったじゃん、はい、一番準備していったじゃん、はい、一番良かったなって思うものとか、日本のカップ麺。日本のカップ麺。そう、あれ隔離があったからね。そう僕あのブブカ持ってったんですよ。ブブカって分かります？油そばカップ麺。大好き。俺もめっちゃ好き。大好きで、やばいやつだよね。最高のやつだよね。分かる。もう罪と思って。全然そんな罪なつもりなんてなく食べたよね。次行こうか。ただあれだよね、いやあれだよ、あれ本当に思うんだけど、ラーメン持って行った方がいいかもね。いや、そう、あ、まあ、隔離のあればね、うん、でもなかったらそのなんつーのタクシーとか乗れる、タクシーで使うような言葉を覚えていったら、ね、ちょっと便利かもしれない、ね、うん、あ、それそう、タクシーでの、うん、その韓国語は本当に確かに、確かにあった方がいいですね。あとキャッシュレスだからね、あのカード、現金とかそんなにいらないかもしれないですね。現金は使わなかったら確かに、うんうんうん、確かに。あとね、うん、あ、でも隔離、うん、がある体として、うん、隔離があるんだったらめっちゃちゃんとした変換器持って行った方がいいっていうのが言える。そうだね、俺あのー、そのなんだっけ、名前忘れちゃった、
なんかホームセンターみたいなの買ったんですよ、変換器。あ、はいはいはい、まあ別に2週間だし別にいいかなと思って、うん、ちょっと安いやつ買ったんですよ。壊れた。500円ぐらいので、パズッと刺すじゃないですか、反応しないんですよ。マジでもこのなんだろう、角度をちょっとずつずらして、携帯にあの接触確認するんで、これ今充電できるって、もうそこで固定する。絶対触った、その間携帯触ったらもう充電できなくなるんで。うわ、はい、だから本当にいいやつ買わないと、なんかそう合わなかったです。やっぱ日本で買ってるやつだから、なんだかんだ言ってもちょっと合わなかったりするんで。まあベストは現地のものがいいとかですよね。そう、買いに行けるならね、電圧も合いますから、はいはい、そのホテルの人に言えば貸してくれるやろうと思うじゃないですか、うん、俺電話したんですよ。あ、すいませんって、あの韓国語で、うん、あの充電器貸してくださいって言ったら、うん、オプソやないですないですって言われて、ないんだ。俺日本語でえって言っちゃってあ、ないんすか、うん、で日本語で言っちゃって、でそのままブチって切られて、マジで、うん、あ、これはもう、まあ、その場所によると思いますけどね、僕たちの泊まった場所はそうだったんですけど、だからちゃんと持って行った方がいいですよっていう、うん、なるほどね、おすすめですね。そう、俺は刺した時に陥没したけどね、1日で、1日目にそういうこと、ボンパン陥没した、ボムしちゃった、ボムしちゃったボムしちゃった、もうコンセントがボムしちゃった、コンセントなくなっちゃった俺相当な力で、コンセントなくすことはやめてください、あの壊しちゃうんで、すいません、はい、じゃあ次行きましょう。僕が、ね、最後に、はい、じゃあね、こちら、部員名真央さん、放送部の皆さんこんにちは。私は10キロ痩せることを目標にダイエット頑張っていますが、なかなか体重が落ちません、放送部員の皆さんはスタイルを維持するためにいろいろな努力なさっていると思います、そんな部員の皆さん、体重を落とすのにおすすめの方法があったらぜひ教えてくださいということで、これはどうですか、やっぱりそのさっきジム一緒に行ってる2人からしたらおすすめの方法はありますか。体重を落とすのにフォーカスした上でおすすめですね。筋トレっていうよりか体重を落とすっていう部分でちょっとアンサーしてみてください。わかります？なんだろうな。その10キロをまあえ、なんで10キロ痩せるんでしょ？10キロ痩せる。ああ、そう、10キロを痩せるのはまあ難しいし大変だと思うんですけど、うん、その大変な道のりをね使って10キロ痩せたとします。でもその後の食生活がすごい大事だと思うから、うん、例えば僕だったら。なんか昔とか結構揚げ物好きだったんですけど、最近なんか本当に高タンパク、うん、低カロリー、うん、もう本当にまあ魚介類でもそうですし、うん、なんでそういうもので自分の好きな食べ物を見つける、うん、まだエビだったら、ね、脂質すごい低いじゃないですか、ね、でも好きじゃないですか、いっぱい食べるじゃん、はい、でお腹いっぱいになるじゃないですか、うん、でその生活に慣れていくと、まあ、運動も大事ですけど、まあ、常に自分 の, その体型をキープできるんじゃないかなと。なるほどね。 そ, う、うん、その生活を作っていくっていうのが僕の意見です ね、うん、ね、大地さん今ちょうどいいんですけど、妹をダイエットの今させてるんですよ。大地君の妹です。妹、うん、あの妹もちょっとずつちょっと今太ってきちゃってて、うん、痩せたいって俺に言っていいのそれ言っていいのかなで、うん、今3キロ痩せたんですよ、1週間で、うん、すごいね。1週間の3キロ、うん、の、方法が朝でも夜でもいいんですよ。空腹の時に一緒に階段を20本ぐらい歩くか走るんです、うん、意外ときつそうに見えて意外と楽っす、歩くのは、うん、歩く、空腹時に運動するんですよ、うん、とか、あとは食生活も、なんか食生活はもうもちろん言ってくれた、もうその通りなんですけど、うん、なんて言うんだろうな、水分の取り方、うん、もう取りすぎちゃいけなかったりとか、やっぱ規定量、こう毎回ボトルを もう自分で持ち運んで、うん、どんぐらい飲んでるかっていうのも管理すると意外と、なるほどですね。昨日水飲んでない俺が言うことでもないんだけど飲んでくださいそれは。すみません水抜きじゃない水抜きして昨日すみません。なるほどね。だからあれよね、その食のバランスとあの運動のバランス、うん、その時間でどうするかっていうのを自分で整理して、そうですね、自分に合ったやり方と、そして順を追ったやり方が今後にもいいってことだよね。痩せた後にもいいってことですよね、はい、そうそう。食事だと限界来ちゃうもんね。食事だけだと限界来ちゃう。だから根本的な話を言うと、もう精神ですね。精神、最後はまあね、精神、まあ、継続する心、ね、はい、はい、というわけで皆さんありがとうございます、はい、お悩みの方ありがとうございます。またね、読めなかった方々は次の機会にね、はい、ぜひね、というわけで日向さん次に行ってください。はい、それではチャイムお願いします。はい、
ここからですね告知をしたいと思います。お願いします。はい、早速ですがコゴンくんのバースデーイベント、コゴンバースデーオンラインイベントが明日です。明日開催、参加される方はぜひ楽しんでくださいね。僕たちも見るよっていうことなんですけど、はい、バースデーイベントね今月もあの僕誕生日なんですよ。あ、そうじゃん、はい、いつ25日なんですけど、まあ多分あのバースデーイベントすると思います。はい、はい、するかもですか。するかもです。おー、それはこれからねちょっと作っていかないといけないんですけど、お祝いしましょう、はい、そしてニックのオフィシャル YouTube チャンネルではメンバーそれぞれのソロコンテンツの再生リストを作成し、投稿していきます。ニックとしてのコンテンツもどんどんアップロードしていくのでそちらも、お楽しみにしてください。はい、そして、ちょっと現状皆さんに告知できるものはこれだけですが、3月もニッキーのちょっと笑うな、お前とか言ってもってごめんなさい、はい、3ヶ月もニッキーの皆さんに会えるようにたくさん企画しております。はい、あ、3月もニッキーの皆さんに会えるように3ヶ月もって期間限定になっちゃうおい三浦、はい、はい、オフィシャルツイッターオフィシャルサイトにて告知できるものから告知していくのでチェックしていてください。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、はい、はい、楽しい時間もあっという間でね、もう下校の時間が近づいてきました。Yes. はい、皆さん今日はどうでしたか。どうでしたか。なんかあれよね、日向の MC って結構新鮮じゃないですか。ニックになってから初めてですからね。だからなんかゆるふわな感じもあり日向節ありみたいな、なんかしかもなんかこのメンツだけでやる空間ってなかなか今までもないし、何かをやるっていうのが、ね、そういった意味ですごく新鮮だったし、やっぱ相変わらず楽しいですよね。うんうん、よかったです。確かに。どうですか大地君は。俺はなんか俺は楽しかったけどなんだろうね、まあ日向のその MC にまた俺もなっちゃうんだけど、うん、なんか全然あれですね、やっぱ面白いからニックはね 2MC ってことでこれからそう 2MC が一番安定する。はい、2MC ってことで、で3ゲストかな、うん、5人だ。 あ違う、11人だったらまた違うけど日本メンバーだったら3ゲストになっちゃうね、うん、そうですね、ですね、はい、はい、そんな感じですか。どうでした日向さん一日通して。そうですね、僕普段やっぱ MC やるんじゃないですか、はい、ね、やっぱ年上に頼る癖みたいなあったから、まあ、それにね甘んじてね、話もあんま聞かずにねなんかみたいなやってたんですけど、うん、これからはちゃんと協力して、うん、MC もねやっていきたいなって思いました。お、はい、ね、一つ大人になりますから今月。いやもう22ですけどね。ほら、はい、大人、平田が22も。そうよ、う俺自衛官やった時まだ10代だったよ。うわ、まあ、そんな当たり前なし。そうなんですよ、時の流れとは逆に俺に聞くんすか時の流れとは早い、早いものでもう早く、もう星の王子様になっちゃうよこのまま行くと。やめてください、中止になったんで、はい、皆さん楽しみにしていただいた方々本当にすみませんね、僕がね星の王子様僕はそういったじゃないからねあ、それあでもこれからもあるってことだよね、うん、こう今あったわけだから、うん、本当は、まあ、あるかもしれないですし、またねご機会あれば僕もぜひと思っておりますので、うん、まあ、7つ目の星に行きます。はい、ごめんなさいね、ちょっと、ね、多分突っ込まないといけないってことなんですけど、ね、台本の一部をちょっと見ましたけど、はい、すいません、7つ目の星とは聞いていいですか7つ目の星とは何ですか確か地球だった気がするありがとうございます、むずいお話が浅はかでした、すいません、はい、ということでね、はい、次回放送は、3月29日、18時から、渋谷クロス FM さんのご恋で特番で出させていただきます。おお、いつ、3月29日です、ね、そうですよ、そうなんですよ、そうなんですよ、皆さん空いてます、空いてます、全員ということでね、329どっか行くみたいな感じで、もちろん、その特番なんで、日本メンバー全員5人を、はい、そうですね、はい、です、ニックの日じゃないですか、でこの、はい、聞いてください、すいません3月の日、すいません、ミニックみたいなねそれで聞いてくださいでこのニック学園放送部は次4月2日、まあ、その3月29日は肉学園じゃなくて特番で、あくまでね、そうそう、4月2日が肉学園ということで、はい、ご了承ください。何学園にしますよ、
何学園にします？今決めちゃうんですか？特番しかも学園、うん、PL 学園のやつですか？え知らないですか？いやもうさ、もろや知りませんもろじゃないですか？そうそうクローズ、クローズクローズ違う、はい、すいませんすいません、はい、すいません、すいませんすいませんゆっくり謝ってください。それでね、次部長権限で次回の部長を僕は指名させていただきたいと思うんですけど、そうじゃないですか、はい、誰にしようかなっていうことで、うん、太一くん やってないですもん、ね、まだやってないですね。じゃあ太一くんですね、飛ばしてもいいんだよ飛ばしてもいいんだよ。じゃあ太一くん、太一くんの MC ちょっと見てみたいんですよ。じゃあ俺の MC の時は5人連れてきたよ。じゃあでも助けてくれないの？でもそうなるんじゃないですか？まあそうしましょう。じゃあだからじゃあいいっすよ。じゃあ4月2日5人で、4月2日も5人でいきます。許可取って、いい、ね、許可取って、じゃあ5人の予定で、だからまあ、そう、ね、変化があれば4月2日も5人ってなる、5人でね、うん、はい、すいません、行きましょうよ。無理だったらすいません、ね、ポケモンカード持ってきてもらってね。そうね、うん、回復後で、うん、そうそう回復後で召喚言うてね。はい、これね、メンバー指名だけじゃなくてミッションもあるんで、うん、はい、えミッションっす、ミッション、あミッション、リュウタ君が俺になんか変顔させたじゃないですか。おうおう、まあ、そんな感じで俺も太一君にあるんですけど、じゃあボディービルの、あ服着たままでいいですよ。ポーズ3ポーズやった後に最後にやーって言ってください。きんにくんさんの、そうやー、きんにくんさんのやーを、いやパワーでもいいですけど、パワーがやーを、うん、ボディービルのちゃんとやった後にポーズを取った後に、はい、しっかり、でも俺あれも見たいな。じゃあチーズ飴ね、いつもまやー、あやろう、じゃあそれもやろう、うん、じゃあ5人でこうやって飴玉を投げて取れるか取れないかっていうやつがあるんですよ。それ5人でやります。こう飴玉取ったやつには何か景品があります。はい、この空間でね、空間で、この空間でやるから、今実に楽しみですね。はい、はい、あとねツイッターでのハッシュタグコメントも本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、そして番組では皆さんからのメールを募集しています。メールは小文字のアルファベットで info@shibuyacrossfm.jp、うん、info@shibuyacrossfm.jp の方に会社の、会社じゃねえわ、社会の授業のお悩み相談、僕たちに話したいこと、そしてコーナーの提案などもたくさんとお越しください。はい、はい、まだね少し時間あるんですけど、はい、そうですよね。まあまあさ、本日もちょっと暖かいですか外は。そうですよね、ちょっと過ごしやすくなってね、今度ね、なんかぜひね、じゃあみんなで花見なんてしちゃってね、じゃあ3月29日は花見のね、会にしましょうね、なんつっちゃってね。そうですね全部嘘っすからね今の全部嘘なんつっちゃってねみんな桜一本ずつこうやって持ってこう花見だわーみたいなね、すごいなんか、すごい髪がかっこいい人がね、かっこいいっすね、かっこいいじゃないですか。でも太一くんもおそろいやってましたよね。そうなんね、何でしたっけ、韓国の番組で俺かと思ったら俺じゃないんですね、持ってる人がでもニックが好きですよね。ニックが好きですよね。そういうことですよね、はい、ニックが好きですよ、はい、そう、はい、そうね、かっこいいかっこいい、うん、皆さんねやっぱ、ね、ニックが好きで、まあ、ニックの中の、ね、メンバー誰々ということで応援していただいてるんで本当に、はい、ありがとう、キャキャキャ喋ってもらってそろそろそうですよね、なんならなんならなんならなん何でも可愛く見えてきちゃうね。でもそうですよ、まあ、今回ね MC させていただいて、うん、何回も言うんですけど、うん、このなんだろう、時間気にしながらね、うん、そのトークを回すというか、うん、ああむずいよね。いやめっちゃ簡単でしたね。ええ簡単だったの、めっちゃ簡単だったの簡単だったの簡単でしたね。やっぱ天才なんだね、やっぱ逆にね、すごい、ね、嘘逆だね、うん、難しかった、嘘に聞こえない、難しかった、難しかった、全然嘘に聞こえない、わからんわからん長いむずいってはい、今44分ってことでね、あと2分ぐらいあるんですけど、待つなよ時間をラジオで明かる、あと2分待つな、尺を待つな、いや待ってなって、あなたがしっかりしてくれないときついよ、できることなら延長したいですけど、うん、俺はこの後の出演者のことも考えてやってるんで、うん、あそうなの、いやすみません誰出るか知らんけど、え何それ、どういうこと、いや、おるかもしれないじゃないですか、あ押さないように、そうそう俺らが押したら、うん、多大なる迷惑を動けするんで、一応ね尺通りを今進めてますから、 そこは気にせずに、確かに、ね、はい、やってくださいよ、うん、結局時間通りできてねえじゃん、いやできてるじゃないですか、やめね、できてるじゃん、あとでそれ楽屋でやってもらって、あとで楽屋でやるぞ話し合いな、しっかりとえ反省会、反省会、いやねご飯食べましょう、ご飯、はい、了解です、ご飯食べよう、ね、何食べますか皆さん、
いや、話せないじゃん。話せないじゃん。何食べます皆さん。お魚の人。いや、その誰も何言ってるか分かんないじゃん。お肉の人。中華、中華、中華。中華。いいね。俺も最近中華大好きやねん。それ言いたかっただけじゃないですか。中華。何中華言うて。ひどい。ひどい。えぐい。バカ野郎、バカ野郎。あ、じゃあ呼びます。ニック放送部の方。そうですよ。そうだよ。そうですよ。もう。ひなた君、やっぱり頭がいい。いや、そんなことないですよ。ツイッター検索して、してとボード出てる。おーおー、ボードが出てるんですね。よかったよかった。ふみやくん、安定の嘘つき。わらわら。あ、安定してんの嘘つきよ。もう詐欺師やん、もう。やめえや、それ。絶対あかんやつやん、それ。やめえや、もう。だったらまだ友達いないふみやの方がまだマシやわ。どっちもどっちですよ、それも。ふみやくん、かっこいい。あの時10代だったのがびっくり。はい、本当にびっくりですね。ふみやくんの星の王子様見たい。見たいよ。見れないよ。見れない。あ、でも俺マイク入ったのに。だって俺星の存在だから見れないのよ。ごめんな。ごめんごめん。星の王子は。じゃ一回だけ、じゃあ一つのセリフだけでも。ちょっと待って。でも一つ目のセリフが、皆さん本日はご来場いただき誠にありがとうございます。あ、そうなの。本日朗読劇星の王子様をみたいなところです。おお、いいね。ドア頭から、いやこれ言っていいんかな、わかんない。言っていいじゃない。途中は、まあまあまあ、途中は途中のちょっと盛り上がってるところは。盛り上がってるところ、どうしなんだよみたいなところないよ。それカイジやから。どうしなんだよみたいなところないよ。キンキンに冷えてやがるじゃないから。カイジだから、それカイジだから。全然作品変わってくるから、はい、やめてください。あ、MC が、MC が、MC が、そう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 、そうそうそう、時間があるからね。まあこんな感じでね、またね、ふみやくんの、まあ、何の王子様か分かんないですけど、はい、楽しみに、皆さんで待ってみましょう。俺で落とすなよ、もう。受け取るためやから許してください。はい、はい、そんな感じでね、今回、ね、日空学園放送部終わりたいと思います。はい、はい、最後のね、はい、曲といえばこちらですね。うん、そう、その前にじゃああれやりましょう、あの修礼。あ、そうですね、起立。そう、修礼しましょう。はい、皆さん起立。気をつけ礼。はい、ありがとうございました。バイバーイ。皆さん、また次回の放送をお楽しみに。それでは、バイバーイ。バイバーイ。わわわ。없어 no gravity, nobody can stop. 너 내게 no doubt. 내게 다 기 발레이 곧 나의 sign. It's like universe. universe. 지금도 wanna be. wanna be. 고충력을넘어서 내전불가고싶어. 우주를 방황하는 그 어떤 별들보다 더 우린 빛이 날 거야. 끝없는 아름다움으로 Take my hands right now.멈추기싫어
次しろ。